こんばんは、衛生ジャンボです。山田涼介がこの夏楽しみにしていたことは、ゲームのカスタムマッチに出れたことです。キングヌー、そして清水翔太さんやらいろんなアーティストの方が出てて、まるで M ステのようだねとみんなで盛り上がってました。楽しかったです。どうも、高木屋です。実現できたことは、毎年海の日に海を見るって決めてるんですけど、今年も海を見れました。以上です。例年フェスに行くのが楽しみなんですけども、去年今年は叶わなかったんですが、このミュージックステーションサマーフェスで無事に叶うことができました。ありがとうございます。次、ゆうと。どうも、ゆうとです。どうも、ゆうとです。そうですね、今年の夏達成したかったことは、そうですね、やっぱりメンバー全員でその真夜中のシャドーボーイを全員で歌いたかったなって思ったんですけど、なんか歌えなかったね、今回は。歌えなかったですね。じゃあちょっと歌いたいなと、いつか歌いたいなと思います。楽しみにしててください。じゃあ次、呼んで。知念。はい、そうですね、HiHiJets のサマパラコンサートをね、見に行ったんですけど、平成ジャンプの僕のお気に入り曲マントラって曲をね、歌ってくれるっていうことで、本当にそれがすごく楽しみで、見に行きました。いや、めちゃくちゃかっこよかったんで。でも、僕たちの曲なんで、よろしくお願いします。さあ、次、いのちゃん。はーい。この夏楽しみにしていたことは、久しぶりにメンバーで真夜中のシャドーボーイを歌いたかったんですけれどももう久しく歌ってないですね。もう多分かれこれ5年ぐらいはもしかしたら歌ってないのかもしれないんですけど、今年まだ夏あるんで、メンバーで一緒に楽屋で歌いたいと思います。平成ジャンプの八乙女光です。この夏楽しみにしてることは、今メンバーのゆうとが、舞台やってるのでそれを見に行くことと、あと今ジュニア君たちもライブすごいやってるのでそれを見に行くことです。やぶ。はい。ヤブコウタです。この夏楽しみにしていたことはですね、僕はタンクトップが似合う男になりたくて、何枚かタンクトップ買っていざ家で着てみたら腕が細すぎて似合わなくて断念してしまいました。ユウトから伝言があります。ユウトの夏楽しみにしていたことはですね、なんか健康マットで剣山みたいな針のいっぱいバーってなってるマットを買ったらしいんですけど、いざ蓋を開けて乗ろうとしたら痛くて乗れなかったそうです。以上です。以上、平成ジャンプでした。ゆうとありがとう。ありがとうございました。ありがとう。